ZN に配位したサイクレンとエタノールの結晶構造サイクレンはダイン間化合物でクラウンエーテル12クラウンマイナス4のアザアナログである。サイクレン誘導体はより大きな環状ポリアミンであるが繰り返し単位は常に同じである。クラウンエーテル類と同様にサイクレン化合物はカチオンを選択的に結合することができる。これらは学における配位子。 例えば核磁気共鳴画像放造映材に用いられる。サイクレン化合物は、嗅覚置換反応によって2つの部品を融合させ、合成することができる。この方法では、ジエチレントリアミンの末端網のもとは、ピリジン中塩化トシルトの反応によって、N トシル保護器へと変換された後、ナトリウムエトキシドによって、脱プロトン化されることによって、アミンアニオン性嗅覚剤として活性化される。 ジエタノールアミンの末端アルコール元は、トシル脱力に変換することによって、旧電子剤として活性化される。二つの断片は、ジメチルホルムアミド中で接合される。もし反応が高気釈条件で行われなければ、分子内感化ではなく、通常の重合が起こり長い直差となる。最終段階で、トシル元が、硫酸によって除去される。 高気釈条件での反応は、反応速度が遅いという欠点がある。この欠点は、出発物質をトリエチレンテトラミン及び、ジチオキサミドとし、ビスアミジンを経て、ディーバルによる還元及び感覚大によって、サイクレンを得る合成法で解決される。ある研究では、サイクレンは、プロピレン分子、スパーサーを介して、アデニンと共有結合し、カエンソ酸アエンとキレートする。 この作体は、ウラシル及び、ウリジンと1、2の比で、選択的に結合することができる。この時、アデニン部分とサイクレン部分の両方で結合していることが、質量を分析法で確かめられている。ありがとうございます。